世界が嫌いだ。どれだけ真面目な人だ。まっとうな人間から次々に傷つき不自由な当たり前のように殺してやる。旧時代末期、一人の科学者によりエーテルと呼ばれる未知の粒子が発見された。そしてさらなる研究によりエーテルの循環が生物進化に影響を与えるというメカニズムが解明された。これにより魂の概念が生まれ、あらゆる学問思想に大きな影響を与えることとなった。エーテルの発見から約100年後、時の権力者たちはあるプロジェクトを発足させた。科学進行の絶対さを再び世に知らしめるために、幾度と失敗が繰り返される中、たった一体のみ成功した実験体がいた。彼女はイブと名付けられた。本日15時より第27次定期検査の予定です。準備も滞りなく進んでいます。そう、イブは今は資料室にいるみたいです。そう、そういえば前回のタイムリープでイブの心理グラフに大きな反応が見られましたよね。それ以来イブの感情値は急速に上昇しています。どんどん人間らしくなってきていますね。そうね。あの座標を指定したのはミランダ教授でしたよね。教授が以前発表した輪廻転生に関する論文の中にも確か同じ座標へのタイムリープについての事例報告がありました。もしかして何か関係があるんですか？さあ、何かあるのかもね。